草壁美子は天武天皇と皇后、宇野さ羅さ王女の美子。日は天智天皇の美子で、児童天皇のいぼ妹である阿倍王女。岩章天皇、日備内親王、文武天皇の父。死後は岡宮行天皇、岡宮天皇、長岡天皇とも称される。万葉集では日並美子とも。 天皇経図38から50代、天智天皇元年に誕生した。天武天皇元年、人心の乱が勃発すると、大津美子ら他の兄弟たちと共に両親に同伴する。天武天皇2年、2月27日に、アスカ清美原の宮で、父、天武天皇が即位。天武天皇8年には、吉野の名役で事実上の後継者となり、天武天皇10年、2月に立大使、 おそらく、母の宇野ささら皇后の身分の高さと、すでに彼女の姉の大田王女が皇居していることから、大田王女の息子である大津美子を最高大使になったものと思われる。主張元年7月には渋滞に陥った天武天皇から、母と共に大権を委任され、9月には天武天皇が崩御する。翌月には、無本の罪で大津美子が処刑される。だが、 宇野ささら皇后は巫女を直ちに即位させることはしなかった。巫女の若さと大津巫女処刑に対する宮廷内の反感が巫女の即位の障害となったものと思われる。なお、少数説であるが、草壁巫女の立大使そのものを、慶巫女の即位を正当化するために、後世作為されたもので、宇野ささら皇后が草壁巫女に天武天皇の貧窮の模試を務めさせることで、 初めてその後継者であることを内外に明らかにしたと、する説もある11月のことである。また、文武天皇の即位後に、自党上皇と共に後見となった文武の聖母である、愛王女に待遇と称号を与えるために、夫の草壁美子を皇太子として作為したとする説も、ある。行為につくことなく、自党天皇3年4月13日隠れ後、順任天皇即位後の天平法人二年に、 おかみや行天皇の称号が贈られた。万葉集に石川のイラつめに贈った歌が一首残されている。寮は奈良県高市郡高取町の真弓丘寮である。創生した草壁美子だが、両親、妻、息子、娘と近親者のほとんどが行為につき、子孫は天武系の着流として奈良時代における文化、政治の担い手となった。しかし、 男形は744年の創尊、朝香神皇の創生で途絶えた。除形については、創尊の不安内神皇と、塩焼き王との間に生まれた、日上川継も、天寺系の漢武天皇が即位した直後に、無本の疑いを受け流刑となった。その後、漢武天皇崩御後に許され帰京したが、伊豆守に任じられた812年を最後に、消息が途絶えることとなる。 不安内神皇の姉の井上内親王と白壁との愛の子である小佐部親王は、おばの聖徳天皇が崩御したことに伴い不王が即位した時に、天智天武皇統融合の象徴として立太子された。しかし、小佐部親王の立太子に反対していた、藤原指家の藤原義継、桃川兄弟の陰謀に遭い、後任天皇への図書の角で、井上内親王とともに敗され、 天皇の同母姉である、南波内親王を図書し殺害したという権威もかかり、母と共に諸人に落とされ、その後、同日に変死した。尾佐部親王の姉の酒け人内親王は、官務天皇の日となり、朝原内親王を設けたが、彼女はこうなさなかったのでここで断絶した。親戚降下した中では、昭和11年に、八社後の峰長が、高島正人勢を与えられ、 高島市の祖となった。本間光る、草壁美子の元伏立大使について、初週、本間、日本古代皇太子制度の研究 ISBN978 から4から639022947、吉江明子、元明天皇と奈良初期の皇位継承、初週、吉江、日本古代女帝論 ISBN978 から4から827312904、 足引きの山の雫に妹松とアレりつぬれぬ山の雫に、ありがとうございます。